では、ソファーのモデリングに入っていきます。参考資料をこちらにいくつか、えー、載せておきました。えー、実際、まあ、作りたいものとしては、これですね。外、えー、一番奥のこちらのモデル。で、この辺の、まあ、かなり見づらいんですけど、まあ、この辺におそらくあの腕を乗せる場所があって、この辺に座る箇所があって、で、これが背もたれになってるんじゃないかなと思っています。えー、まあ、これを作っていきます。で、同じような、えー、タイプの ソファーを探しましたが、まあ、全く同じものは残念ながら見つからなかったんですが、近いものは入手しました。お、ま、そ、あ、らくこんな感じになっていて、この腕のところにちょっと手すりがあるのかなっていう、そんな感じの、えー、形状なのかなと思います。で、えー、こちらを、まあ、作っていくシーンをまずは作ります。で、ちょっとその前に、えー、とポイント部分を、えー、ペイントしておきたいと思います。 えっと、今回のこのソファーのモデリングというのも、やはり左右対称のミラーとか、まあ奥行き対称のミラーとかっていうのを使って楽をしていくことができるかどうかっていうのを一番最初に考えるべきですね。で、まあまず、ええー、この部分とこの部分、あの左右対称なので、これ片方作ればいいですね。赤く囲った部分だけを作ればいいです。ということはまあわかると思います。 で、えー、それから、これ、オブジェクト内の細かいところを見ていくと、この辺の形状が、まあ、石型で同じっていうことがわかります。えー、そうすると、これも、どこかでですね、あのー、コピーできる形状なんじゃないかと。で、一つ、まあ、一つ、場所を、えー、指定するとすると、例えば、ここ。えー、この形状を、まあ、こっちにもコピーができそうだということがわかります。 同じですよね。で、えー、この形状をまたこっちにコピーして、で、このあたりだけ作り変えればいいと。まあ本来、えー、こんな形になってれば全く同じでコピーできるんですけど、この辺だけ、後で消してあげればいい。と、えー、予想ができます。そうすると、まあさらに書き込んでいきますが、まあこの部分を作ればいいということがわかります。 で、これもっとさらに細分化できて、えー、ここで切ることができそうですね。こうです。で、これさらに細分化ができまして、最終的にはここ。ここを作れば、えー、それがこっちにコピーできて、で、これをこっちにコピーできて、っていう形で、このオブジェクト内のパーツで、 コピーができそううだということをを、まあ、先にですす。ね、計画を立てておきます、まあ、こんな感じでどこからどこまでがコピーできそうかというのを考えておきましょう。じゃあ、えー、先ほどの計画に基づいてちょっと進めていきます。あまあ、実際には、えー、こ,っちのこっちの形状なので、まあ、考え方としては同じなんですけど、まあ、若干形状全体的な形状としてはちょっとだけ異なりますね。まあ、ただ考え方は同じです。半分に切れるしそれもまた切れるし。 半分に切れるしって感じですね。じゃあ早速、インポート、読み込みを行って、エクスポートしたデータの中からソファーがあるデータを読み込みます。こんな感じでまとめましたので、こんなようなものが読み込まれます。で、次に、新規のプロジェクトを作成したいので、プロジェクトウィンドウ、新規ボタンを押して、 新しいプロジェクトを作成する階層を選びます。これで選択。で9番目のプロジェクトになりますね。09アンダーバー、えー、ソファーテーブルチェア、まあ、この辺の名前は特に指定はありませんがこれで作成をします。 はい。これでプロジェクトが作成されました。じゃあ次に、グループ化してありますので、ピボットポイント1をちょっと修正しますが、中央にピボットポイントを移動。グループごと <laughs>、中央の位置へ移動させます。はい。で、これが一応ガイドになるやつですね。こんな感じにしておきます。まあ、ちょっと段階的にですね、進めていきたいので、えー、ソファーにフォーカスします。ソファーが、 これですね、なのでこれ以外のオブジェクトは一旦非表示にしときますでソファーを中心の位置に移動させてこれをガイドとしましょうでこれ若干 y 軸、こう、地面にめり込んでますが、まあ、その辺は、あの、ちゃんと作り込むオブジェクトの方で、え、設置させてあげるようにすればいいかなと思います。えー、この形状に合わせてですね、モデリングを進めていきましょう。じゃあ、まず、えー、先ほどの、まあ、コピーできる部分とか、えー、そのあたりがあるので、ちょっとそこから作っていきましょう。ここ部分ですね。まあ、横の手すりとか、こういった部分は、えー、後回しにしていきます。 じゃあ、この部分で、ま,あ、まず、えーまあ、何から始めてもいいんですけど、キューブってあの左右対称とか上下対称ができる、えー、モデルです。まあ、あの設定のところを、ここですね。ヒストリーの設定のところを分割数222にしておく癖をつけとくといいと思います。まあ、これから始めればいいかなと思います。 で、これ、裏面を考えていくと、ちょっと面倒な話になってくるので、一回裏面削除。で、それからもっと言うと、この側面。ここですね。これも削除しちゃった方が分かりやすいかなと思います。で、作りたい形状をもう一度整理しますが、ここで切られた時に、ここですね。この形状を作りたいです。えー、なので、まあ、その形状をちょっとざっくり作ってみましょう。 まあこのプレーンに対してちょっと計画じゃ立ててみたいと思います、えー、先ほどの図を見ながら書き込んでいくとこんな形状のえフェースが欲しいなと思います、まあ、なのでちょっと簡単に作りますが ちょっと一応上に移動させてえっとこれをもう少し内側ここをちょっと斜めにですね配置してでここは対象コピーなのでこうですかねはいでまあ、ちょっと今これやる必要はないんですけどちょっとコピーして確認してみます えっと、マイナス1をちょっとこんな感じでですね、コピーできることがわかります。さらにコピーして、こうですね。 このように連なっていきます。まあ、あと考えると、若干、もうちょっとこの下の部分が長くないといけないですね。まあ、こんな形に、あとで調整はできるので。ですけど、これで、まあ、こんぐらいかな。 はい、こんな感じで、えー、コピーできる部分はコピーした方が早いので、まあ、4分の1で作り進めるっていう脳を,をですねつけましょう、えー、じゃあ,、まあ実際立体感があるのでこれ分割はしましたがここが、まあ、くぼんでいてこの辺が膨、えー、らんでいてっていう形状を作っていきます、まあ、じゃあここをコントロール e w 移動で、えー、少しだけ 内側にこっちもこっちはいいですねこっちはコピーしてくっつくのでこうですね。これも少しだけ内側へ、はい。同じようにこちらも押し出してここはコピーでくっつくのでフェースはいらない。ここもですね。 え、それから、ここは、もうちょっと、こうかな。はい。で、こことここをちょっと下げときます。え、で、ここが結構くぼんでいるんですね。こうですね。 はい。えー、これもまた、まだやる必要はないんですけど、まあ、一応、確認すると、はい、こんな形状ができます。これでだいぶ近づいていることが分かりますね。ただちょっとこの辺の形を <laughs>、調整しときます。 じゃあ,、まあこのモデルもう少しだけ作り込んでいきますえー、っとまあこれも3番キーを押して、えー、スムーズできる状態のモデルとして作っていこうかなと思いますちょっとずつ分割を加えてエッジ立てたい部分っていうのを、えー、決めていきましょう、まあ、例えばこれスムーズが出た時に、えー、この辺がこの辺の角が丸まりすぎているのでここに1本分割を入れてみます 左右対称なので2本ですけど、ちょっとエッジが立つのでいいですね。であとは、上下方向もちょっと丸まりすぎていると思うので、上下方向にな、にの方向に対しても、えー、ループを加えてみます。そうですね。はい。まあ、いい感じです。ただ、この辺がちょっとエッジが密集しすぎているようにも思えるので、 ちょっとだけエッジの流れを変えます。こことここをデリート。こういう感じです。これ左右で比較するとわかりますね。自動的に入った方が左の方。この辺が、まあ、ここのエッジが短いことから、この辺があのかなり圧縮されちゃうんですけど、まあそういった場合にはマルチカットツールで部分的にこうカットし直してあげればいいので、こんな感じですかね。で、同じようにここも、 おそらく、ここも同じような考え方ですね。こ,こですね。さらに、一方向もカットを入れます。で、ここは、まあ、ある程度、長さに距離があるので、まあ、カット入れ直さなくてもいいかなと思います。まあ、入れ直したい場合は、このようにですね。カットして、エンターで、ここのエッジを消す感じですね。 これ左半分はやらなくていいので消すのでねまた半分を消しておいて <laughs> はいこんな形状がまずはできましたじゃあこれもまたコピーして確認してみましょうコピーコピー3番はいちょっと角張らせすぎちゃいましたね まあなんですけど、まあ、この辺はあのー、調整になってくるので、基本的な考えはこうです。まあ、なので、どこが角ばらせすぎたかというと、この列っぽいですかね。この辺とこの辺に入れたら。あと、やっぱここですね。 ここちょっと密集させすぎた感じですかね。なので、この辺に入れてみます。ちょっと柔らかい感じになりました。で、今、どういう状況か。あ、もう、こっちもちょっと、ついでに。 はい、これでじゃあ確認をしますがこれもちょっと一応消しときますかヒストリーはこまめに消すようにしましょう <laughs> えっとじゃあちょっと画像を見ながら、まあ、この形状と照らし合わせてみます 今作っているのはというと、えー、まあ、コピーを実行したので、この部分って感じですね。こう。まあ、見比べたときに形状がもうほぼほぼ出来上がっていることがわかります。まあ、ここまでできれば基本的にはもう大体大丈夫ですね。あの、近い印象にはなると思います。あとは微調整。まあ、これがコピーを前提とした、まあモデリングと、 名付けてもいいかもしれません、ね、であとまあちょっと細かい点で言うとこの辺がまあ平面に作り進めていますが、まあ、実際はあのもうちょっとなんでしょう丸まったような印象になると思うので、まあ、それを造形してあげてもいいかなと思います例えばで言うと、えーまあ、この辺をちょっと盛り上げてあげるとか ちょっと盛り上げてあげる。っていう感じですかね。逆に角の部分は少しだけ下げてあげるとか、下げてあげる。本当にこのぐらいでいいのかなと思います。えー、じゃあ、こっちも。この辺をちょっと盛り上げる。ちょっと、あれですね。また、消しましょう。 この辺を盛り上げて逆に角をちょっと落とす角をちょっと落とす、まあ、かなりやってることは整理して考えるとそんなに難しくはないですよねシンプルだと思いますはいこれでじゃあ再びコピーして3番キーで確認しますさっきよりちょっと丸まりが生まれたことが分かりますね はい。じゃあ、ここまでできたら、えー、さらにこれを、えー、コピーして、コピーして、っていう感じで、あの横に伸ばしていかないといけません。じゃあ、それをやってみたいと思います。えー、で、まあ、ここまでの作業で、結構この形はもう、あの、なんでしょう、崩したくないと言いますか、まあ、一旦区切りがいいんだと思います。このセクションができちゃうことが。なので、おすすめは、モデリングの途中で Ctrl-D、複製をして、 コントロール H、非表示。あの、バックアップを取っておくっていうイメージですね。まあ、このモデルで、まあ、万が一なんかヘマしちゃって、上書き保存しちゃった場合に、こっちに戻れるっていう状態を作っておくといいです。複製をして、非表示にして、バックアップにしておくっていう。じゃあ、このモデルを横に並べていきたいと思います。一旦コントロール D でコピーして、こう横に並べますね。で、こことここの、えっ、ー、と、エッジの境目を、 つなぎ合わせてあげればいいです。でその時に、えー、ピボットポイントの位置っていうのが、えー、考えるべきポイントになってきます。これ、そのままこうやって近づけて合わせようとすると、まあ、多少やっぱ、ピタッと合わせるのは難しいので、ピボットポイント位置をまず、この端っこのエッジのまあどこかに移動させます。なので、D キー、ピボットポイント移動ですね。で赤い軸を移動して、一番端の ところにスナップします V を押しながら、えー、マニピュレーターを近づけます。で、キーを離して、えー、W キー。これで決定ですね。まあ、正面から見ても分かりやすいんですけど、このようにピボットポイント1が端に移りました。まあ、ここまでできてしまえば、まあ、移動させるのと、あとはスナップ移動、えー。V キーを押しながら頂点スナップですね。えー ま、この、じゃあ、こ、ここの頂点に近づけます。V を押しながら移動。はい。これだけでピタッとくっつけます。えー、で、まあ、このままだと、えー、結合されていないので、まあ、3番キーかけたときに、ちょっと、ここが、エッジが立っちゃうんですね。なので、えー、モデルを結合します。えー、っと、じゃあ、結合がこのアイコンですね。 実行しますで、えー、この結合とか実行すると、すごいたくさんの,あのゴミがたまります。ヒストリーを削除しましょう。こうですね。えー、そして、まあ、この境界の部分、まだくっつけていませんので、頂点をまとめて選択します。まあ、正面ビューであの選択をすると、あの間違えて選択をしちゃうとか、逆に選択漏れっていうのがなくなります。 はい、境界の部分の頂点だけをまとめて選択しました次に頂点のマージですこのアイコンですね、まあ、ダブルクリックで、えー、オプションを開いてこの敷地ってところは、まあ、このぐらいの距離にあるもの同士くっつけましょうねという数値の設定です0.1とか小さめに設定をしておいて、まあ、これぴったりと合ってるはずなんでねなので小さめでくっつくずですで適用を押します はい。エッジがくっついたことがわかります。3番キーを押してみてもいいと思いますね。ちゃんとくっついてますね。はい。これで、えー、まあ、あとどのぐらい必要かってとこなんですけど、あとは、ここが中心か。だからちょっとずらさないといけないので、はい。もう一回コピーが必要ですね。えー、半分消して、 これをそのまま、うーん、こっち側にコピー必要。あ、そうすると、あれですね。なので、まあ、これ、ちょっとあれですね。リボットポイントを一旦こっちの端に移動させて、E キーで、こっちの端に V を押しながら、頂点スナップ。正面からも確認すると大丈夫ですね。はい。で、A、移動させまして、 原点の位置にスナップさせますグリッドのスナップが X キーを押しながら移動ですね。はい、これでいいです。でこれをそのままこっち側に <laughs> コピーしたいと思います。そうすると、ミラーオプションを開いて、ミラー方向が今逆になっているので注意ですね。プラス方向へ、適用、こうですね。で、もう一度、 ピボットポイントを移動します。T キーを押して、V を押しながら、スナップ移動。で続けて、W キーでちょ、えーと、中央に移動させたいので、X キーを押しながら、グリッドへ。はい。で、またミラーを実行します。今度は、X のマイナス方向ですね。適用を押します。はい。こんな感じです。 まあ、あのー、これで一応必要な分コピーができました。まあ、こういった、えー、モデリング方法のためには、まあ重要なのは何かというと、このミラーをうまく使うっていう点と、あとはピボットポイントの位置ですね。まあこれが非常に重要になるのかなと思います。えじゃあ、えー、最終調整を行います。大体はこれでいいです。あちなみに、この、えー、溝の深さをもっと 強く出したいなっていう場合には、えー、こっち方向にループを入れてあげたりするといいと思います。あ、ここつながんないですね。あ、いらない頂点がありました。まあ、こういう発見もあるので、あの、一回3番キーにして、あの、頂点選択モードとかに切り替えてみてもいいかもしれません。いらない頂点がありました。 ちょっとエッジループを入れますすこの方向ですね、まあ、ちょっと今回はこの必要がなさそうなんですけど、はい、このように今2本こことここにループを入れましたが、まあ、あのエッジが密集すれば密集するほど3番キーをした時にエッジが立つのでこの部分の彫りが深くなっていることが分かります。 が、ま、今回やんなくてもいいかなと思いますので、入れましたが、消します。はい。じゃあ、一旦ここまでの作業も、これ、バックアップを取っておきたいので、D, Ctrl D、Ctrl H、非表示にしてバックアップにしましょう。インストリーの削除。ちょっとシーンも保存しておきます。はい。えー、では、ま、この部分、少しだけ編集を行います。横の部分ですね。 半分はいらないので消しておくのと、まあ、あの、上下方向もコピーするので消しておきます。で、まあ、ここの溝だけ、えー、取り除いていきます。まあ、これもですね、あの、本当にそれでいいのか。の溝の位置がちょっと低いんですかね、これ。 ここに溝があってここがつながってる感じですねまあ,あの整理していきますエッジの数が増えれば増えるほど編集が大変になるのであのループカットとかなるべく少ない本数でやっていくともしかしたらいいかもしれないですねでいらないフェースを一旦削除頂点をつなげていきますまあ、このように頂点同士をこうセンターへ交じって 使ってて、えー、繋げいいいけばいいパターンともう一個、ちょっとあえて戻りますが、あのー、ブリッジで入れた方がいいパターン。これどっちがいいかなっていうのを考えてですね、入れておくといいと思います。まあ、両方試して、えー、どっちかがうまくいかなかったらどっちかを使うって感じでいいと思います。はい。これで一応繋げぎ合わせられましたで。今度はここの溝ですね。 はえー、まあちょっと横から考えましょうか。横の部分はここを CtrlEW、エッジを押し出します。そしてこことここをつなぎ合わせます。こうですね。ちょっと位置が違うと気になるので、ここにスナップしておきます。はい。ここも。はい、このエッジのエッジ。 位置もこの辺に合わせときますはいこれでじゃあこの部分も OK ですねで今度はこのこの部分がまたジをコントロール e w 押し出して、えー、頂点を結合していいのかな結合ここも結合 で、忘れちゃいけないのが、ちょっと点選択にしておきますが、こここうですね。ちょっと。はい、こうですね。で、ここが、まあ、溝になってくるっていう感じですね。はい、まあ、いい感じだと思います。で、ちょっと角を落としときましょう。 はい。まあ、これでどうでしょうかね。<laughs> まあこの辺の情報が大体あったかなと思います。まあ、厳密に言うと、多分もうちょっとこの辺が深いんでしょうね。なので、おそらくやっていけばいいのかなと思いますが、まあまあ、かなり遠いオブジェクトなんで、 そこまで気にしなくてもいい気がします。はい、じゃあ、ここまでで、えー、作業をコピーして確認してみます。えミラージっこ、ミラージっこ、ヒストリー削除。はい、OK です。まあ、いい感じですね。すごい細かい点として、えー、調整をするのであれば、まあ、例えば、この辺りのエッジを、 まちょっと B キーでソフト選択にしますが、ちょっとこう上の方に持ち上げてあげたりすると丸みが出せるので、このシルエットですね。この部分の丸みです。まあ、こういうところがまで見れればよりベストかなと思います。まあ、今回はこれで一旦 OK とします。じゃあ、これでソファーの前面はクリアです。 で、後ろの面を作っていきます。で、これ、カメラから映るのがもうこれ全面だけなので、これ、後ろって全く作り込む必要はないです。形状に無理がないようにだけですね。気をつけて、後ろのオブジェクトを用意しましょう。あ、ちなみにこれ、ちょっとサイズだけ合わせときますかね。微調整だけします。 はい、いいと思いましたので、じゃこれもパックアップ取っときます。はい、これでケ、OK えーで、じゃあ、後ろのオブジェクトを、と形を取っていきます。でこれ、まあ、ああの、穴埋めようとするとちょっと面倒なんですけど、まあ、できないことないんですけどね。この辺の、お エッジを一回押し出したりして結合し直せばいいです。これ、Ctrl-E, W、こんな感じでですね、つないでいけばいいですが、まあ、ちょっと時間短縮っていう点もありますので、えー、この後ろのオブジェクトを、あ、その前に、ちょっと角が立ちすぎるので、これぐるっと一周、後ろ側ですね、フェース選択し、あ、エッジを選択して、Ctrl-E で、 で拡大縮小でぐっと縮めます。はい。こうしとくと、エッジ部分が柔らかくなるので、これだけでいいと思います。もう後ろは閉じません。で、これ、角があの丸まりすぎる場合は、この辺にエッジループなんかを加えておくと、ちょっとエッジが立ちますね。はい。まあ、こんな感じで、角の丸まりを作っておいたら、あとは、 ここに合わせて、えー、こういう感じで後ろの支えみたいな部分を足してあげますこれ見えないんですけどまあ立体感がないと影が落ちないのでこういうモデルを後ろに置いておく感じですねはいまああのもう難関は超えていますのであとは他のパーツの追加です えー、腕になるこの部分のパーツであったり、まあ、下の、ソファー部分の、アクション部分のパーツであったりっていうのをつけていきます。まあ、ここからは早送りで録画をしたいと思います。 はいじゃあ、えー、ソファーのモデルが完成しました、えー、一応、まあ、こ,のこの辺りの何、えー、て言うんでしょうクッションの部分とか下の部分は、えー、この素材,素材写真を、えー、参考にしましたそれから、まあ、背もたれの部分はこっちあそれから横の部分ですね横の部分も、えー、こっちを参考にしました、まあ、とはいってもこのぐらいの、まあ、遠い距離のものなので、まあ、どこまで映るかというと 実はこんなもんなんで <laughs>。なので、まあ、そんなに実は作り込まなくてもいいモデルになりますね。まあ、特にこの下の部分なんて全く映んないので、えー、本当にこんなに作り込む必要はない部分にはなりますが、まあ、ちょっと気持ち悪いので、えー、せっかくなので作っておきましたが。はい、えー、ソファーもこれで OK なので、えー、っと、一旦データをクリーンにします。保存と、 あとはグループ化ですね。まとめて選択、Ctrl-G。で、えー、ソファー、アンダーバー、グループみたいに名前を付けておきます。で、バックアップに取っといた、えー、モデル。まあ、これらは1個前のシーンであの存在してますので、まあ、ここでは消しちゃっていいと思います。それと、まあ、ラフモデルもですね、もういらないので消しちゃいましょう。じゃあ残り、えー、作り進めて。 行こうとは思いますが、えー、この部分はですね、まあ、あの音声なしの動画のみで、まあ、今日重要なのはこちらでした。えー、このコピーするオブジェクトっていうんですか、えー、とメッシュをコピーすることを前提として作り進める作り方っていうところが今日はポイントでした。えー、で、まぁ、あ、あちょっとそうですね、それとあの関連してもう一個だけ、えー まあ、便利な、あの、機能がありますので、それを説明しておこうと思います。まあ、それがですね、えっ、ー、と、回転を使用した、あの、同じような考え方なんですけど、回転を使用して、まあ、ちょっとモデルを作り込んでいこうみたいな内容を少しだけ説明します。えっ、ー、と、こちら、円柱モデル。まあ、よくあるのが、えー、テーブルの足の部分とかですかね。に、あの、よく、 使える考え方なので、まあ、ちょっと同じような形状がある方は参考にしてほしいと思います。えっ、ー、と、ミラーを、ミラーとか、あの、なんて言うんでしょう、コピーして、えー、作り進めること前提にって考えると、こう円形のモデルに関しても同じようなことが、まあ、考えられます、まあ。例えばなんですけど、これ、トップビューですね。トップビューに切り替えて、まあ、4分割あ、4分の1。 作り込めばいい状態の,あの分割数にあらかじめしておきます。で、これもちょっと例えばなので、あれなんですけど、えっ、ー、と、今16分割か。で、そうですね、うーん、じゃあ、この辺ちょっと高くしといて。 この8分の1になんかデザインが施されているとか、えー、そういった形状のものですね。をちょっと前提に考えます。で、これ、まあ、押し出しもちょっとポイントがあって、ピボットポイント、ここの状態で押し出しを行うと、あの、綺麗にですね、扇形に広がってくれますので、まあ、コントロールイ、e、で横の部分押し出し実行したのであれば、 えー、そのまま R キーで拡大縮小モードにしてで D キーでピボットポイントをこの中心に移動させます V を押しながらスナップ移動ですねでまた R キーで拡大してあげると綺麗な折り方で広がっていきますねまあちょっとついでで出てきた知識になりますけど例えばえー とそうですね。<laughs> ちょっと適当なオブジェクトを作りましたが、まあ、こんなディテールの円柱のモデルを作りたいっていう場合にですね、あの、これもまた回転の知識が使えます。まあ、どういうことかというと、例えばですけど、これを、まあ、8分の1のエリアだけを残します。で、これをじゃあ、 左右対称を実行しますね。えー、ミラーの、そんで、こう。まあ、作った部分としては、えー、8分の1なんですけど、まあそれが倍になりました。これだけで。じゃあ、えー、これを、さらに、えー、複製して、Ctrl D。で、こんな感じでですね、配置できればいいと思います。 こうですねまあ、なんですけどこれきれいに配置する方法があってこれがコントロール t で複製したら J キー J がスナップ移動です15度ずつ移動しますこれでまあピタッとですねつく位置にしてあげればいいのかなと思います、まあ、それか、まあ、もしくはここに直接入力してもいいですしね80度とか90度とか、まあ、きれいに割り切れる分割数にしておくことがポイントになります でこれもさっきと同じような考え方で、えー、これとこれを結合をして、境界の部分を頂点選択します。で、マージ、くっつきました。で、まあ、これもまた、ミラーコピーを実行して、 ここままでがが出来上がりました、えー、奥行き方向も同じように。後ろ半分消して、Z 方向、適用。はい、これでですね、あの同じような円形のモデルに関してもあ、同じようなと言いますか、同じではないか、えーと、コピーする前提の円形モデルっていうのに関しましても、えー、一応、えーと、手順としては同じように。 作り進めることができます CtrlEW 上の方へまあイメージとしてはこんな感じですかね例えばですけど まあこのデザインのものはちょっとあんまないと思いますけどね、まあ、足が生えててみたいなパターンはあるかもしれないですねはいまああの回転っていう機能に対してもこのミラーを実行したり ということは使える知識ですので、まあ、いろいろ応用してみてください、まああくまで。あくまでもと言いますかやってほしくないなと思うこととしては、えー、っとこの部分をじゃあ一回作って同じ作業をこの部分にも作ってまたこの部分にも作ってってやってると、まあ、作業量としては何倍ですかこれだけで8倍になっちゃうので、まあ、そんな、えー、手間を減らしていくようにあらかじめ計画を立てるようにしてみてください。